神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします増加傾向にある不登校の生徒を支援しようと鎌倉市は2025年4月に不登校特例校の開設を目指します市内の中学生を対象としたもので県内の公立校では昨年4月に開設された大和市に続く2校目となる見込みです 候補地は由井ヶ浜子どもセンター近くで、1学年10人、3学年で計30人程度の利用を見込みます。新型コロナウイルスの影響で運行が停止され、昨年12月に3年ぶりに国際クルーズの運行を再開した大型客船日本丸が1月31日、約1ヶ月半の船旅を終えて横浜港に寄港しました。商船三井客船によると、 新型コロナの集団感染はありませんでしたが乗員乗客472人のうち少なくとも15人の陽性が確認されました JR 新横浜駅の駅ビルキュービックプラザ新横浜に出店している高島屋フードメゾン新横浜店が1日約15年間の営業を終えました最終日も多くの客が訪れ閉店を惜しむ声が聞かれました 藤田観光は7月12日新しいホテル箱根ホテル小涌園をオープンします1959年から約60年親しまれ惜しまれながらも閉業したホテルの名称をそのままに日帰り入浴施設ユネッサンと一体的に楽しめるファミリー層やインバウンド客向けのホテルへと生まれ変わります 横浜市は入園無料で開放している同志西区の野毛山動物園の全面的なリニューアルに乗り出します動物園としての機能を拡充するとともに来園者へのサービスなどを強化子供連れでにぎわう憩いの場の魅力向上を目指します